それでは、いよいよ悟空がフリーザのところへ向かいます。近づくと勝手に戦闘に入るんだよね。でここの BGM がかっこいいんだよ。このラストバトルでしか流れない BGM なんですけど、まあこうやって、漫画通りのセリフが流れて戦闘に入るわけですけど、ちょっとねいよいよラストバトルで盛り上がってるとこ悪いんだけどね、ちょっと隠しボスとの戦闘に向けてやっておきたい下準備があるんですよ。この動画で私が下準備とか言い出すと大体いつもろくな結果になってないんですけど、まあ、今回は大丈夫です。ただチャオズとフリーザの体が入れ替わるだけなんで、全然大したことではないので。ギニューのボディチェンジ、ギニューなのかチャオズなのか、バシー、体が入れ替わりますね。でもう一個やっておきたいした準備が、この体が入れ替わった状態でドラゴンレーダーを、このバグ技を利用して、よいしょ、使えるはずのない場所でドラゴンレーダーを使う。そうすると戦闘から離脱したことになるんですよね。でもう一回戦闘が始まると、お父さん遅くなってすまなかったな、おかげでダメージも勝ったな、回復できた、おめえが ブリーザかな、回復できた、思っていたよりザずっとな、がかがきっぽいな、も生意気だよな、かお前もってなんだよ。ああ全部音読みしちゃった、音読しちゃった、音読みじゃねえよ。あバグってんな、ちょっと待って待って、これは解除して、ここまでが下準備で、まあこうするとフリーザの姿も元に戻ってるんで、ちゃんとフリーザと戦えます。まあチャオズのステータスがフリーザになってたりはするんですけど、まあ、ヒットポイントが2000で戦闘力が300万ということがここで分かっちゃいますね。もう完全に悟空の方が強いんだよね。もうスーパーサイヤ人になる前から、もうここで海王拳なんかやっちゃうととんでもないことになるよ。500万がさらに20倍とかになるんだから、ほらもう戦闘力の数値おかしなことになっちゃって、もう K913324、 K ってなんだよ。1000万は少なくとも超えてるってことだよね。だからつまりもうスーパーサイヤ人にならなくても子供扱いなんですか。軽く戦わせてみようか、もうちょっと気合を貯めて一気に攻撃だ。結構硬いカード使ってくんな。あれなんかオーバーフローかなんかしてる、これもしかして、あれやべえな、あこれ死ぬんじゃねえか。流派が一致するとさ、気合を貯めてってなると戦闘力 1.5 倍になるって前話したけど、それのせいでうわ死んじゃう。もしかしてオーバーフローして逆に弱くなってんじゃないのか、この状況。あ、やばいぜ。死ぬぜ。あ。まやろう。今度こそ許さねえぞ。パコン。175。強えな。もう攻撃当たんねえもんな。多分あれだな、流派一致のカードさえ使わなければオーバーフローしなくて強いままの悟空でいられるはず。うん、そうだな、4しかダメージ受けてない。この状態でさらに 1.5 倍にしちゃうとまずいのか。いけ、いいっすね、カカロットさん。あ、いいっすね。いいっすよ、そういうの。うい。
まあスーパーサイヤ人にならなくても海王拳だけでフリーザを圧倒できるっていうのはもう分かっちゃったので、じゃあ一応漫画通りスーパーサイヤ人にしときますか。このままでも十分なんだけど、スーパーサイヤ人にしとかないとね、隠しボスと戦えないんですよ。で、スーパーサイヤ人になる条件が、あね、なんかこのゲームだとね、悟空が漫画より沸点低いんですよ。っていうのはね、まあ、漫画だと親友のクリリンが目の前で殺されて、さらにその後このクリリンの死を侮辱されることで、ようやく怒りの戦士になった悟空ですけど、ぶっちゃけね、基本的に誰が死んでも、切れるんですよ。例えばクリリンじゃなくてもヤムチャとか天津飯とかが殺されただけで、よくもヤムチャをっつってスーパーサイヤ人になるのね。それどころかね、漫画でもう一度も会話した描写がないチャオズですら、よくもチャオズをっつって切れ出すし、もうこの時点では仲間ですらないはずのベジータが死んでもスーパーサイヤ人になるんですよ。すぐ怒んのね、このゲームの悟空すぐ切れる。ほんでね、いや、まあ、でもね、一応ね、いろいろ検証したんだけどさ、これやる前に、義乳化したキャラはダメらしい。これ、義乳化したチャオズとかを殺してみたりしたんだけどさ、その場合はダメだった。なんか、怒らなかった、悟空。まあ、そりゃそうだよね。だって、悟空からしてみりゃさ、傷ついた体をこう、治療しててさ、戻ってきたらなんか、義乳の顔したやつが仲間になってて、どうもチャオズですとか、言ってんだもんね。そりゃ仲間意識湧かないよね。いや、まあそれはともかく、なのでチャオズと天津飯ではスーパーサイヤ人になってくれないと。で、ピッコロはちょっと死んでもらうには強すぎるので、ベジータはまあいいや、もうなんか隠しててもしゃあないから言うけど、隠しボスベジータなんですよ。こいつなの、このカプセルコーポレーションの唯一の不良再建が隠しボスになるんですけど、なのでベジータを殺してしまうとスーパーサイヤ人にはなるけど隠しボスとは戦えないということになるので、ここはまあ漫画通りクリリンに生贄になってもらおうかな。息子を殺すのも忍びないしね。じゃあフリーザーと差しで戦ってもらって、クリリンさんには死んでもらおう。いきなり技使ってくれた、いいね。でもね、レベル48にしちゃって結構戦闘力上がっちゃったから、これでもクリリン、うわー、一撃かよ。仮にも92万も戦闘力あるしねって今言ってたのに、言おうとしてたのに、マジかよ、キレンザン強えな。まあいいや、好都合やわ。これで普通に戦えば確か勝手にスーパーサイヤ人になった気がする。来た、フリーザー、貴様が殺したんだ、クリリン、許さんぞ、貴様は絶対に許さん、フリーザー。まあこうやって怒りの戦士に目覚めるわけですよ。これがベジータだと違和感半端じゃねえからね。そして戦闘力は下がっている。スーパーサイヤ人になるとね、なんか別キャラ扱いみたいになって技とかも変わってんのよ。海王拳使えなくなってんだよね、まあ、漫画中でもスーパーサイヤ人と海王拳を同時に使用したことはなぜかないけども、海王拳は使えなくなってるので、この戦闘力で戦うしかないと。でもね、さっきよりも戦闘力は低くなってるけど、なんかスーパーサイヤ人補正みたいなのがなんかあるみたいで、戦闘力以上に強いんですよ、このスーパーサイヤ人。なのでね、この状態でさらに最長ローなんか使っちゃうと、割とあっさり倒せたりします。ちょっと圧倒するところを見たいよね。これいいじゃん、ギファイッチ。気合を貯めて一気に攻撃だ。いけ、いいね。ほら、戦闘力が、
軽なんとかになってた時とダメージそんな変わんないじゃん。でこの戦闘力補正がすごいでかいのね、スーパーサイヤ人になったことで。だからね、誰かを生贄にしてスーパーサイヤ人にさえさせちゃえばこの戦闘まず負けないんだよね、普通にやってりゃ。だから割とこのラストバトルはぬるゲーってほどではないけど割と簡単に勝てます、生贄にするキャラさえ残ってれば。カメハメ打っちゃおうぜ。あ、カメハメハ打つならピッコロのカードとか使えばよかったな。行くぜスーパーサイヤ人でのカメハメハ。でかーい、説明不要。一発で削れるかな、さすがに一発はない。うわ強え。強すぎ。なんかフリーザ技使ってこねえかな。なんかさ、このフリーザたまにパワーアップっていう必殺技使ってきて戦闘力上がる時があるんだけど、必殺技じゃねえな。まあいっか、それは倒しちゃうか。あばよフリーザ。まあバグなしでもラスボスは割と簡単に倒してしまうという。だからこのゲームの山場はね、結構キュイとかドドリアとか出てきたりするとこと、あとはギニュー特戦隊か、そのあたりなんだよね。そこが一番の難関で。あ、とは言っても序盤のベジータとかのとこも何気に結構難しいか。ラストバトルが一番簡単。おおお、使ってきた使ってきた。全然見た目は変わってないんだけどね。戦闘力が確か俺 1.5 倍ぐらいなんだっけな。もうすでに虫の息の状態でそんなことされてもって話なんだけどね。もっと先に使っとけよっていう。まあ、漫画で言うとあれだよね、漫画で言うと体がボコって膨らんでちょっと強そうになった時、ドーフルと戦ってる時に。一応あの状態をイメージしてもらえばいいのかなっていう。あ、クリリンを殺した技。これって漫画だとあれだよな。なんだっけ、フリーザに体当たりしようとしてこう後ろの紀元山当てようとしたあれだよね。なんかうまく説明できてるかわかんないけど、まあいいか、みんなわかってるよね。いやー、ちょっとなんか意外としぶといな、最後の最後。早くしねえよ。なんか割と調子乗っていっぱい喋っちゃってるからカットする場所がわかんねえんだよ。ノーカットにしまうぞ。いけ、ごく。よっしゃー、なんか爽快感ないから最後も技とか使っとけばよかった。まあいいや。こんな感じで割とあっさりラスボスのフリーザーを倒してしまいました。一応このゲームはここで終了です。もちろんさっき言ったように、この後に隠しボスが出るんですけど、まあ一応はストーリー終了ということで、なんか割とここあっさりフリーザーを倒したような描写だったからさ、こうやってなんか平和的な飛行をしてるけど、なんだろう、このストーリーだとナメック星が爆発してないってことだよね。要はナメック星は爆発してないし、あ、なんで天津飯とかいいんだよ。普通にお前ギニューの体になってんだろ。お前もだよ。お前何してんだよ、いつ治ったんだよ。だからさ、このストーリーさ、ナメック星壊れてないってことだからさ、
悟空が瞬間移動を習得せずに地球に帰っちゃうってことなんだよね。なんかこの終わり方だと、だから後々のストーリーに結構重たい影響を与えそうだよね。デンデも死んじゃってるしね。まあデンデはどうせドラゴンボールで生き返らすからいいのか。あ、いや生き返れねえか。死んだんじゃなくてピッコロと同化したからデンデは生き返れないんだ。死んだんだったら生き返らせられたけど。そっか、それだと地球の後の神様もね、なかなか決まらなくなりそうだし。こんななんかハッピーエンド風なエンディングになってるけど、多分結構これ積むよね。この後瞬間移動にどれだけ助けられたかって話だもん。ある意味バッドエンドですよこれ、ね、このまま先へ進んだ人造人間編とかのイフストーリーも見てみたいような気がしますが、まあでもなんかドラゴンボールってこのゲームに限らず結構イフ要素が多いものが多いですよね。もしここでこういう風になったらどうなってたのかみたいなのが、ああ出た、ベジータ。まあこれもそのイフ要素の一つですけど、奴を倒したおかげでこの俺様は究極のパワーを手に入れたぜ。倒したのはお前じゃないんだけどな。宇宙を支配するのはこのスーパーサイヤ人ベジータ様だ。クズ野郎め。なんでこう手のひら返すかなこいつ。私一の幸せはこの俺だ。で通常戦闘音で戦闘になります。このベジータがねフリーザよりはるかに強いんですよ。ちなみにここで武空術バグとかドラゴンレーダーバグ使うとフリーザ戦の前に戻れたような気がするんですけど、ただまあここでね私がさっきやった下準備の効果が出てきます。じゃん、新キャラ登場。ピッコロ、あれピッコロになってんじゃん。なんでピッコロなの、あれあれヤムチャ、あれチャオズだよね、ボディチェンジしたの。あれチャオズがボディチェンジしたのになんでピッコロになってんの。これ想定外だよ。あ、クリリンが死んでなんか並び順がずれたからか。並び順が一個前に行ったからチャオズのいた場所にピッコロが来ることによってこうなったのか。あ、なんだよ、戦闘力300万の状態でこのフリーザーにしたかったのにさ、ピッコロの190万の状態だとそんなに強くないじゃんよ。バカ、お前何してんだよ。でもなんかせっかくだから働かせるか。じゃあね、一個必殺技にしてそれで強くしてあげよう。てかね、このベジータ本当に強いんで、さっきのフリーザ話になんないぐらい。もう悟空ですらね、最長老使っとかないと結構やばい。で、まあそんなに戦力にはならないだろうけど、余ってんので一応最長老を、じゃあピッコロに使ってあげよう。ピピピピピ。これで280万になって、さらに、技いっぱいあんな、やたら。技のデパートだぜ。パワーアップを使うと戦闘力が上がったはず。最長老と重ね掛けすれば結構な強さなんじゃないの。で、悟空はどうしよう。海洋拳とかないしな。普通に戦ってもらえばいいか。ちょっと待ってな。敵の使うカードはそこそこだな。必殺技カードは温存しよう。はい、これで。まあ、ボディーチェンジで無様な負け方させてやんのもありっちゃありだけど。あ、でも、スーパーベジータの戦闘力とかちょっと知りたいな、ステータス。ボディーチェンジやっちゃおうかな。ほら、フリーザのパワーアップ、
ピッコロですじゃないよ、もう呼び名が。これで、あ、やべえ、ヒットポイント回復してね、6のままだ、死んじゃう、せっかく強くなったのに。あ、でも戦闘力が高え。ちょっと技使わせてよ。おやめろ。あ、よかった、こっちの攻撃か。お、フリーザに攻撃すんねよハゲ、本当にやめろよ、死ぬからマジで。あ、バカ、お前何やってんだよ、避けろ。よっしゃ、おめえ空気読めよクソ王子、バカ野郎。いやー、電源ボタンを下に下げるのに若干のためらいはありましたが、戻ってきましたよ。だってフリーザとベジータ戦わせたかったんだもん。今度はちゃんと戦闘力300万の完全な状態でフリーザを生成しておいたので、同じ鉄は踏まねえぞ。回復させておきましょう。あ、悟空かなり弱ってんだな。そうだ、さっきの戦闘でなんかダラダラやっちゃったんだよな。一気に決めればよかった。まあいいや、フリーザのヒットポイント2000があれば負けることはないだろう。で、最長老悟空とフリーザに使う。で、チャオズはパワーアップ、悟空は適当に戦え。よし、これかなり強くなんじゃないのか。450万の状態でさらに 1.5 倍だと67万、いや、675万でいいのか。算数弱すぎる俺。あ、ちょっとバカ、お前カカロットに技とか使うんじゃねえよ、結構弱ってんだよ。あ、ほんと空気読まねえなお前、やめて。よし、そう簡単には死なねえだろ、最長老使ったんだし。これもう頂上決戦ですよ。よっしゃ、来た、フリーザ、いいね。フリーザも悟空に匹敵するパワーを手に入れたことになるか。パワーアップってこれ重ね掛けはできないよね。重ね掛けしたらすげえ強くなるとかないよね。よし、技使わせようぜ、技。名前チャオズってのがなんかやだな。いっぱいあるからな。パワーアップ使ったし、追跡機演算でクリリン殺されたし、サイコキネスや他にも使わず、キャラいるもんな。チャオズも使えた気がする。サイコビームとか使ってみてえな。じゃあサイコビーム。カカロットはカメハメハ、殺しにかかれ。スーパーサイヤ人の悟空並みのがもう一人いるってことだからな。ほら、よし、 Z だし結構効くんじゃないの。おお、200のダメージとか、あ、バカ野郎バカ野郎、何効果がなかったって。避けたじゃん、効果がなかったっていうか避けただけじゃん、何言い出してんの。よし、ベジータも強いけどこっちが強すぎるな。
あ、てか普通に2回行動とかすんだね、フリーザ。さっきもしてたっけ。行動回数も受け継がれてんのか。いいよ、ナイスチャオズ、チャオズナイス。すげえ、3回行動だ。いいよチャオズ、算数できなくても強いよ。姿は変わっちゃったけど、もうチャオズって呼んでいいのかフリーザって呼んでいいのか、どっちの方がいいんだろうな。この場合もう フリーザでいいかな。サイコビーム当たんなかったな。でも効果がなかったっていうから何回やっても無駄かな。フリーザカッターだ。フリーザカッターで悟空は流派1カード、いけ、フリーザカッター。は、あ技の出どころが全然分かんなかったけど、ちっちゃいポチってのがウィンウィンって。直撃はしなかったか。じいちゃんとか使えばよかったかな。よし、反撃までしてくれちゃってすごいな。すげえ、フリーザ超働くじゃん。ベジータも硬いけどさ、いやこれはもう夢のバトルですね。悟空とフリーザが手を組んで、相手はベジータという。いや十分楽しんだし、そろそろ死んでもらおうか。じいちゃんで動き止めーの、悟空のカードで弱いカードを ZZ に変えーの、ZZ のカードを必殺技に変えの、よし、楽しかったでベジータ、お別れだぜ。追跡剣剣山が一番強そうだな。戦闘力92万のクリーンを一撃で倒したぐらいだもん。あ、ピッコロのカードも使えばよかった、弱くしとけばよかった。しまった。おーし、いけ追跡剣山。悟空のカメハメハとどっちが強いかな。あれ、あ、なんだ、もう一回あんのか。じいちゃんで動けないはずなのにって思って、あ、二回合わせてこれだったら結構ダメージでかいな。直撃しろよって話だけど、動き止めてんだから。二人で必殺技やっても決めきれなかったか。ベジータ攻撃ができない。うん、必殺技も大体見たし、なんかもういいよね彼は。もう終わりでいいよね。ボディチェンジ。ビシー。あ、でも回復しちゃったよベジータ。まあいいか。こっちのギニは、おお、戦闘力60万。つえー、天津飯つえー、もう天津飯って書いてあるのが面白すぎる。すげえな。これもうあれじゃねえの、最長ロードが使ったらすげえ強いんじゃねえの。うぅ、あ、でもヒットポイント10だとすぐ死んじゃうな。申し訳程度にブルマでも使ってさ。いや全然変わんねえ。まあいいか。あと何しよっか。もうカード全部使うぐらいの感じで。もうピッコロで相手のカードを弱くしちゃって、もう悟空
空のカードとか使っちゃって、じゃあ最後は彼にとどめを刺してもらえますか。ギニューの気が上がっている。ベジータに攻撃だ。ギニューなのか天津飯なのか、大丈夫かこれ。ほら、あ、意外とダメージ通んねえな。あ、もう一回攻撃してくれるんだ。うわ普通に倒したイエーイ爽快感ゼロの終わり方、最高だぜ。これでベジータを、反抗してきたベジータを倒すことによって平和が訪れたわけですね。さよならナメクセ。ほんとこの後のストーリーが気になるな。ナメクセそのままで、デンデはピッコロと同化してしまったため生き返れない。悟空も瞬間移動使えない。俺もこれもお先真っ暗だぜ。真の平和とか言ってるけど、いいのかな。この世界線ではこの後人造人間も来ないし、バビディも来ないし、魔人ブーも復活しないのかな。これで本当に平和になったのかな。というかわけで終わりのようですね。これこの画面からもう動かないよね。はい、なんていうか、どういう感じで終わらせればいいのかわかんないですけど、いや、とても思い入れのあるゲームだったんですよ。あのね、本当にこの、なんかバグらせて遊びまくってたのね。あの、学生の頃に、高校生ぐらいの時に、このゲーム。なんか小学生ぐらいの時に買ってもらったゲームだと思うんだけど、なんか、当時は難しすぎて、全然できなかったよね。ラディッツのとこすら越せないぐらいの、もうご飯のカードの取り方わかんなくてっていう感じだったんだけど、なんか中学だか高校生ぐらいの時に、そういえばこんなゲームあったなって思ってをやってみたらすごい面白くて、でなんかその頃になるとインターネットで攻略情報を調べるみたいなことも覚え始めてるから、まあ、このゲームはバグらせるとさらに面白いことになるっていうのをそこで知って、いろいろ自分で試してみて、で実況を始めた時とかに、いつかこのゲーム実況しようって思ってて、まあ今に至るわけですよね。いやー、なんかそういう、なんかなんだろうな、まあそんな感じで、とても思い入れのあるタイトルで、それなりに面白いシーンも作れて、いい実況になったんじゃないかなって自画自賛しておりますけど、まあこのぐらいにしときますか。はい、ではありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。